登ることも前の強さだと思うんだ。ちょっとあのさっきのドライブ動画恥ずかしかったんでカットしました。あのね、ちゃんと方向指示器前々から出してた。えちゃんと恥ずかしい、本当にそこでカット、本当だよ、恥ずかしいやつだな。え、やだー、ビリビリ、はい、え、何言ってんのこいつっていう存在じゃん。はい、ここくぐった方がいいよ。今日もう幸先悪いから俺。綺麗だよねこれ。あ、でもいた。今日いいね。こうやってゆっくり行くのもいいね。あ、ごめん、これ大丈夫。うん。すげえ綺麗。あ、寒くなってきた。いいな、つくば。つくばいいな。ん？うん、気をつけてよ。ワンダレ。767。今？こんにちは。こんにちは。これすねえ、低いんだよこれ。怖いんだよ。俺はちょっと幸先悪い、あの運が良くないんで。通ります。あ、頭スレスレ。すごい飛んで、やった。ポプタ君、ポプ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 タ君、ピピピピ、あっちの写真撮ろう。ああ、頭がかゆい。晴れたらいいね、晴れたらいいね、晴れたらいいね。うん。帰ろ。どうぞ。あ、どこだっけ。どうぞって。ケイちゃんのあれが好き。エクチュボクチュ。これも飲もう。大丈夫でしょ。うん。あ、誰かこんな風景なもんですかみたいな感じ。可愛かった。え？行こう。あ、水終わっちゃう。もう一個持ってきたかったな。失敗した。あ、いやいや。いや、麦茶は危険なのよ。麦茶持ってきたの。違うよ。利尿作用あるから怖えんだよ、麦茶。カフェインあるから何あれ。おしっこベーって出ちゃうの。あ、そういうことなんだ、麦茶。分かってないんだよ。怖いんだよ、麦茶、ほんと。めっちゃ少々出るから。コーヒーもだけど。あれ、カフェインか。あ、まあ本当はいいんだけど、あんまりここで、ね、我慢するっていう選択肢ないんだよ。おたれ流すという選択肢しかないんだよ。極力そういうのしたくないんだよ。やった、でも口実できるね。え、尿酸値が多いからハイキングやりますっていいね。あと尿酸値が高い、尿酸値高いから DDR ができますっていうのもね。やっぱいいや、町田でやる。あそこ
いい？ビールで一緒にやるの一番いいね。うん。ジャムつく行かないで、もうそのまま帰る。うん。いや、いやだ。あそこね、多いんだよ、やる人。一台しかないし。という閉鎖的な考え。本当だ。あんまり、もう最近そうなんだけど、遠征的なもん好きじゃないから。どうぞ。あ、やっぱあれだね、ハイキングすると、水めちゃくちゃ飲みたくなるね。2本持ってこわした。うん。いいね、これ。あ、ごめんごめん。一人で撮りたいの。あ、こっち？こっちかと思った。このサササゾーンかと思った。ここいいよ。撮った方がいいよ、これ。レイク、レイク。ね。ね、綺麗だ。いや、カイさんの環境はここから見えんだ。いや、超綺麗。あんまり行くと崖に落ちる可能性ゼロって。うん。でもこういうさ、隙間から見るの好きなんだよね。しかし、反応ないね。この人。反応ないね。ああ、メルカリメルカリ。反応ないねと思って。死んじゃった。あ、ネットが繋がらないです。いや、まあ、あるある。リスが行ったっけ？わかんない。筑波山の南大山のぐるぐるまた見ちゃうんだよ、うん。あれが結構好きだった。今だからどっかのコースも崩落してるから、あ、行けないんだ、道どっか行けないから、そこか、じゃあそこだね、あの、自由研究路でしょ、あ、そうそうそう、南大山のちょっと奥でしょ、高知県とかいう場所が、うん、もう道にどっかが崩落してるって書いてあったから、あ、じゃあ多分その感じ、そこじゃなくて違う道で通ってくるってやつだから、多分行けなくはないと思うけど、あ、本当、もうまた行こうよ、あ、いいよ、年内もう一回行こう、あ、いいよ、あ、へ出まーす。ちょっと待って、そのままそのままそのまま。ポプタ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 わーん。え？山頂？山頂の声かよ。あ、山頂何？何それ、何が、何今の、やめちゃう、本当にあれちょっとショックでかかったよね、俗に言う横チンってやつでしょ、違う、あ、ハミチンか、ハミチンだ、みんなにもっと回る、うん、ポップ、ポップ何気にでかいよ、キラキラする、うん、あ、そうか、ポップ何気にでかいよ、ね、うん、焦るもん、あ、結構で、結構のサイズでしたねみたいな、あ、ツルツル滑る、これ超、これツルツル滑る、危ね、うん、人生ハードモードイージーモード、イージーモードを選びましょうね、うん、なんかワクチンって、あ、やっぱやめよう、この話はやめよう、あ、そうそうそう、やめとく、ただあの警告ね、レッスンみたいなやつ受けると3ヶ月ぐらいで消えるらしいよ、あ、そうなんだ、うん、だからその設計、あの、レッスンみたいなやつ受けたから、あと2月ぐらいにその警告消えるって書いてあって、ずっと残ってんだよあれ、あ、そうなんだ、そう、何日に削除しましたって、6月なのにまだ出てるから、これいつ消えるんだろうって、一生残るらしいあれ、だからその最近になって、そのなんか研修みたいなやつ受ければ消えますよって書いてあった、うん、あ、ちょっと太陽が綺麗、こっから撮れるかな、若干ダイヤモンドでもないけど綺麗、寒い、寒くなってきた、急に寒くなってきた、
大丈夫あなた。大丈夫。